篠原栄太は日本のグラフィックデザイナー。テレビ局専属のタイトルロゴデザイナーとして活動を開始し、やがてロゴタイプ及び書体デザインの第一人者となった東京府出身。ネオンサインのデザインに従事した後、映画のスタッフロールデザインの美しさに魅せられ映像デザインの仕事を目指して1955年ラジオ東京テレビジョン会局と同時に 運営会社のラジオ東京に入社し、テレビ番組の政治画大使のデザインに従事。ロゴ制作者としては、高質なレタリングによる事態のほか、毛筆による筆行を得意とした。1964年、大谷志郎と共に、日本タイポグラフィ協会の前身となる、日本レタリングデザイナー協会を設立した。後日本タイポグラフィ協会理事、理事長、会長を歴任。 独立後は、テレビ番組のタイトルロゴ素材制作の傍ら、印刷物デザイン、写真食事、電算社食など向けの初代デザイン、イラストレーションを手掛けたほか、ファインアート作品も発表した。TBS ビジョン顧問の後、同社退職後は、多摩美術大学、専門学校東京デザイナー学院、東京デザインスクールで教鞭を取ったほか、 レタリング技能検定中央委員長を歴任するなど、長年にわたりデザイン教育に携わった。書籍差し絵は口日、ありがとうございます。